りんちゃんパパの究極グルメです。今日こちらちくわレシピ、ちくわ一袋ね、だいたい今50円ぐらいで手に入るこの激安ちくわと、あとはですね、今夏で旬のトマト、これをね使ってめちゃくちゃ簡単で爆速のおつまみ、おかずになる一品ご紹介させていただきたいと思います。フライパンは一切使いません、トースターで焼くだけの、超簡単レシピご紹介させていただきたいと思います。まずちくわちくわね、今日は4本使っていきます。でトマトですね、トマトの方を切っていきたいと思います。トマトはこれはね、4等分にね、このように切ってください。半分に切ったもの、この半分こんな感じです。はい、そうしましたらですね、この切ったトマトをこのちくわのね、穴の中に、あのちくわときゅうりね詰めるみたいに入れていってください。あんまりね、ちょっと太いとね入りづらいんで、なんかちょっとね小さめのトマト選ぶか、もしくはねちょっと大きいトマトしかない場合は4等分じゃなくてね、あの8等分とかにしてもらっても結構です。でこのようにだいたいそうですね1個分ぐらいなので、4本でね、4個ぐらいでトマト足りるかな、足りると言えば足りる、4個ぐらいでもいいですね。でこれを詰めていきます。どんどん詰めていきますね。半分にねカットします。こんな感じですね、断面は非常に綺麗ですよね。はい、そしてこのちくわをですね、この鉄板ね、こういう鉄板の上に乗せます。はい、こんな感じです。はい、あとはですね、ここにチーズを、ね、かけていきます。とろけるチーズ、これは適量で結構です。そしてこれをトースターで、チーズが、ね、とろけるまで焼いていきます。はい、それではトマト、トマチ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 口食べる人、はい、見て、よし、じゃあチーズたっぷり乗ってるところ、子供ちょっと待って、じゃあいただきましょうか。これね、おつまみに最高。いただきます。いただきます。何にもやってない、ただおいしい。うん、うまいね。うん、トマト好きだから。うん、チーズなしでも食べれそう。うん、まあ食べれるけど、チーズとトマトの相性いいからね。よし、チクトマいただきます。うまいな、これ簡単で。チクトマ欲しい。うん、なんで桃だけ2個。あ、そっか、さっき食べてないもんね。うん、ね、うん、うまいな。はい、それでは今日はですね、ちくわを使った、おつまみ爆速レシピ、こちらの方をご紹介させていただきました。参考になった方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録でぜひ応援よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。